はい、こんにちは、カズボです。ドラゴンクエストビルダーズ続きやっていきたいと思います。ご視聴いただきありがとうございます。ということでね、まあこんな遊びもしてみたんですけど、大きな部屋ね作りましたね。あとね、なんかいろいろできたんですけど、とりあえずね、この作るで紐ね、このツタとかも、まあ前回のとこですけど、今回行くんですけどね、こんなのも作れるみたいなんで、60個も作れるの。また拾っていけばいいもんね、こんなのね。お、わら床。あ、こんなの置けばまたスコア上がるんだね。あと、わら床もそうだけど、作っとこうか、これも。あ、10個できんだ、1回で。敷きわらセットをひらめいた。何これ。敷きわらセット。なんかいっぱいできんね。あ、大木槌人形。これもね、作らないといけないので。ていうかこれ、一回拾っただけだね、あれでね。500ももらえるの？すごいね、これね。お、できました。これ置けばまた、上がんじゃない？レベルみたいな。紐もそうだけど、なんかできたんだよな。ボロ切れか。ボロ切れで旅人の服ができるんだ。今持ってたの使っちゃったね。これ作ろうと思って貯めたんですけど、骸骨がなんか落としましたよね。で、骸骨いるんですよね。まあいいや、とりあえず、大木槌人形、手に入れたので、まあよくここ来ると思いますので、ここに置こうか。順番にね。500ポイント。あとはもうちょっといらないの、収納。あ、待った。これって何？ああ、こういう感じね。いや、ちょっと、まあいいや。いや、ずらしたいんだけど、むしろ。まあいいや。いっぱいあるからいいや。ああ、なるほど。こういうことができるんだ。ちょっとなんか、なんかよくわかんないけどね、これもね。あ、なるほどね。よし、行こう。あ、あとね、モンスターの卵とかね。まあ、手に入れたんですけど、まあ、次行くとこですね、これもね。これもいらないか。よし。コントローラーがね、ちょっと新しくてね、やはりね、ちょっとコントローラー音が入ってしまうんですけど、まあ、ちょっとすいません、そこはね。あと料理で、ね、こう目玉焼きとかも作れるみたいなんで。ね。あと枝豆も作れる。豆があったんですよ。前回のとこに。まあ今行きますけど、そこもね。ということで、まあ来ないか。とりあえずは。これだけあればいいかな。よし。旅の扉というのをね、前回ね。ここですね。これで大木槌を取ってきてくれって言われてるんですけど、その大木槌がね、まあどっかにあるんでしょうけど、これ置けばね、なんかいいみたいな。いや、違うな。なんか自分で、なんだこれ。だから、枝豆とか、ここ、ツタもそうですけど、こっからね、紐作れたんですよ、こういうのから。取っといて、ん？何？退屈だぜ。なんだあれ。あ、なんかいる。あ、あれか！自分、大木槌先生とか呼ぶ癖あるから。大木槌の里案内所。なんだそれ。あ、見えない。お、お前は人間じゃないか。さも当然って顔で家に入ってくるとは、向こう水というか大胆というか。まあいいさ、俺は昔から人間が嫌いじゃない。それで、俺に何か用か？何？大木槌の作り方が知りたいだと？おお、お前は、なんてエッチな質問するやつなんだ。そうなの？ん？ああ、なんだ、大木槌って俺たちが持ってる道具のことか。なんだ？大木槌の作り方は、この先に住んでいる長老なら知ってるはずだぜ。長老の家に行くんなら、屋根の炎を目印に探してみろよな。え、何それ？ほらよ、人間、これをやる。俺からの、お近づきの印ってやつだ。看板を手に入れた。ああ、でもなんか、引っぺがしましたもんね、こうやってね。あ、あ、来た来た、これ、ボロ切れ。ちょ、待って、どこ行ってんの、この。ちょ、待て。ここはまずいだろ。ちょっと待って、ゴリ押しでやるつもりなかったんだけど。あ、出た。ボロ切れ。あれが欲しいんだね。え、なんだ？炎の印ってどこ？
高いとこ行けばわかるか。あれ違うもんね。じゃあ、あれやったらなんか旅人の服手に入るとか言ったけど。え、炎？あ、あれか。ああ、いかにもだね、あれね。落っこったらやばいよね。あ、前撮ったの落っこったままじゃん、これ。おっとっとっと。見づらいけど、まあ大丈夫か。ほほほ、幸せ幸せ。ちょろちょろ。これ登れるよね。あれ？うい、うい、うい。これ上から行くんじゃん。違う？なんだ、なんだ、なんだ。なんかある。話す。僕、長老から聞いたんだ。昔はどこもかしこも人間たちで溢れていて、僕たち魔物はいつもいじめられていたって。竜王様が人間を追い詰めて今のこの世界を作ってくれたんだ。ああ、僕はこんな時代に生まれてきてなんて幸せ者なんだろう。長老長老、人間なんか相手にする必要はありませんぜ。人間は百害あって一利なし。あ、なんかタバコみたいな話してるけど。酒か。このまま滅びてしまえばいいんです。なんなら足がぶん殴って追い出してやりましょうか。けーけーけー。あれ、お前は、今のは聞かなかったことにしてくれ。宝あるけど、これ先気になるわ。あ、収納箱か。で？ほう、これは珍しい。お主は人の子か。わしは大木槌の長老じゃ。滅びを待つ哀れな人間よ。わしに何か用か？なんか埋まってっけど。ふおー、大木槌の作り方を知りたいと申すのか。まずは、息が良くてピチピチとした大木槌を腹ばいにして。ふおー、お主が知りたいのは道具の方の大木槌か。大木槌は我らが秘宝。作り方はそう簡単に教えられんな。ふおー、何もそこまでわかりやすく落ち込まずとも良いではないか。ちょっと待って、埋まってるんだよね。ごめんなさい。見えないようにしよう。ふおー、そうじゃ。実は、この家の天井に穴が3つほど開いてしまっていてな。塞げか。自分で修理しようと思ったんじゃが、なかなかうまくいかず困っておったのじゃ。雨が降ると、水が漏れ出して構わん。わら床で直してくれると嬉しいのじゃが。しまった。どうじゃ、お主に直せるか。直せるよ。わら床持ってるもん。この辺りのツタで紐が作れる。わら床を作れるはずじゃ。大木槌の作り方と引き換えじゃ。天井の修理よろしく頼むぞ。ああ、そういうことか。じゃあ、ちょっとツタをいただきますか。ね、まあ、こんだけあればもう作れんじゃないか。おっと、ね。ごめん、穴開けちゃった。穴開けちゃったけど、なんかあっけど。え、これ、なんかあっけど。なんもないんかい。空洞だね、ただの。え、どっから入ってきた？ここか。ごめんね、家に穴開けて。これで、あ、そうだ。作業台ないのに作れるわけないじゃん。まあ、いいか、戻って戻って、また来るか。こういうのあんのね。まあ、そりゃそうだわね。疲れ忘れたわ、こういうのあんの。はい、着きました。まあ、作ってきちゃいました。あ、なるほどね。新しい特技、下を向く。えい。おっと、違う。なんだ、あんじゃん、作業台、わざわざ戻った。なんだよ、あんじゃねえかよ。上まで見に来ればよかった。まあいいや。これまた埋まると、あれだから、ここら辺からお話しましょうか。あれ話せないの。えい。ふおー、天井の穴を直してくれたのだな。いとも簡単に天井の修理をやってのけるとは。まさかお主は物を作る力を持つという伝説のビルダーなのか。いや、そのようなことはどうでもよいこと。お主のこともわしは見なかったことにしよう。ありがとう。人間は力を使い、今や滅びを待つ存在。かたや我々はその数を増やす一方じゃ。わしはな、人間と我々の今のあり方が必ずしも正しいとは思えるのじゃ。少しは。わかりません。さすが長老。人間が多すぎるのも確かに困る。しかしこのままでは世界の調和というものが。よし、竜王様に言えぬが、ほんの少しだけお主のことを助けてやろう。まずはほれ、約束だった大木槌の作り方を教えてやるぞ。作るんだね。木材を固めて頑丈に加工したハンマー。あ、攻撃もできるんだ。
ほほほ、わしがこっそりビルダーとしての心を教えてやろう。話は少しばかり長くなる。聞く覚悟があるなら話は何でもない。どうじゃ、聞くか。はい。ほほほ、良いじゃろう。まずは、我らが自慢の武器、大木槌をいかに使うか話してやろう。大木槌なら、木や、なるほど。木や岩を壊し、素材にすることができるはず。なるほどね。木や岩から作れるものはきっと多かろう。手に入れることでひらめくものも多いはずだ。それ装備品作れるのか。さらに大木槌があれば、山の斜面に埋まる鉱石を掘ることができる。取ることができるだね。鉱石には銅や石炭、鉄などがあり、物を作る上でも重要な素材となるであろう。あったね、これね。銅は見つけましたね。埋まってましたね。まずは大木槌を使い、今まで壊せなかったものを壊し手に入れよう。どうじゃ、まさに大木槌はビルダーにぴったりと言えるじゃろ。最高。しかしじゃ、人間にとって大木槌は武器としては使いにくいもののはず。もちろん、敵を攻撃するときに使ってもよいが、あくまで素材集めの道具として使えよ。あ、切り替えろってことね。さて、次に、中間素材というものについてお主に教えておいてやろう。中間素材はそれだけでは使えるのが、何かを作る中付きに使えるものなのじゃ。例えば、ツタも一度中間素材の紐を作ることで、ものづくりの幅が広がる。わら床とて、中間素材の紐があった頃こそひらめいたはずじゃ。これからお前は大木槌を使って、木や岩や銅、それに石炭などの新しい素材を手に入れることじゃろう。それらの素材はそのままでは使えぬ。一度作業台で中間素材にしてから使うのじゃ。なるほど。それがインゴットとか書いてあったらそうか。話はこれで終わりじゃんか。お主今完全に眠っておったな。長くなると前もって念を押したではないか。まあよい。大木槌をうまく使ってビルダーとしてのものづくりに励むがよいぞ。わかった。大丈夫。心の声で聞いてたからわかる。ああ、そこに骸骨いるな。まずあれ倒したいけどね。大木槌。大木槌はどこですか。あ、作れんじゃん。なにこれ。太い、2個作れる。太い枝がいいんだ。ああ、なんだ、それだけで作れんじゃん。2個作った。これで、違う、何置いてんだ、これじゃない。これで、装備か。ああ、ヒノキの棒なんかいらないよ。なんだよ、いっぱい持ってんだよな。あ、ちょっと待って。違う。装備品いらないもん、これ。外す。いらん、捨てる。こういうことだよね。なんだ、いっぱい持ってたね。よし、これでいいや。大きい寿司。装備品がいっぱいになった。まあ、それはいいけど。新しい。何？なんか一発あったっけこれ。あ、戦いじゃない、そういうことか。ほら、お前大木槌の足じゃないか。やばい、食らった。なんだ、見づらい。今のうち、裏。あれに当たってもダメなの？なんか来たし。あ、あんたいる、あんた、おい、ちょっと、ボロ切れ。なんか怒ってんな。あ、ヒノキの僕は自分投げたやつ。2匹来たし。違う、骨じゃない。ちょっと待ったよ。下手くそだな、まだな。まあ慣れだ、これは。まあいいや、それはいいや。大木槌。これで木を壊せる。岩を壊せるって言ったね。これそうか。え、素材になる？ああ。お、石の剣。石のテーブル。石の椅子。ああ、なるほど。階段。まだか、石の作業台。ああ、作業台作れるんだ。いいね。違う。ドン、ドン、ドン、ドン。ブナの原木。あー、出た、木材。作業台あって、まあ、素材集めか。強いな。こんだけあればいいんじゃねえか、とりあえず。作業台もそうだけど、まあ上に行けばとりあえずあるからね、なんか作ってみっか。はい、木材。
まあ、全部使っちゃいましょう。またいくらでも取れるからね、これね。はい、何個覚えた。ベンチ。で、フェンス。もうなんか、レベルアップしてきたんじゃない？で、石のテーブル、石の椅子。石の剣。あ、川の盾。とりあえず装備品作ろう。川の盾1個作った。で、これ装備品が、なんかすごいマックスになってるから、石の剣。2個作っとくか。だよね。装備、石の剣装備。先に外してください。何？これか。捨てる。装備。カウンターで装備してるね。よし、これでいいか。お、石の剣。これ強いんじゃないか？ちょっとボロ切れ。切れ味。ああ、リーチがあればいいんだけど。はい、6。お、2発でいけるようになった。ここ豆だろ。よし、骸骨からちょっとボロ切れ取ろう。装備品できるから、これで。はい。ほら、ほら。お、3発でいける。ブラウニッシャーン。はい。お、うまくなったな。うん、あ、なんだここ。あ、作業台がある。ああ。ところどころあるんだね。あんな持っていっていいんかな、これ。まあ、置いといた方がいいか。いや、持っていった方がいいか。持っていって、ね、そういうことできるよね。ほら。これで、あそこに置けばいいんだよ。自分ちっていうか、メルキド。ただ拠点レベルが上がって、また竜王軍とか来るんじゃないの？あ、これ持っていかないと、そうだ。枝豆なんかどうでもいいよ。ね、初めての石炭。とりあえず、こういうの拾っといた方がいいってことだね。かがり火。あとは。食器。ああ、いろいろあんな。で？これ食べちゃうかも、桃がけの実。よし、初めての銅。とりあえずここ、あ、銅のインゴット。インゴットの、ロト、金床。これ作んないと、きついんだろうな、やっぱな。いっぱい掘っていこう。なんかあるぞ。なんか出てきた。なになに？初めての世界地図。あ、これも持っていけるな、さては。世界地図。ああ。いや、今いいんだけど、あの宝箱とか持っていけるよね、絶対に。前、テラリアやってたんでね、まあそういう。まあ、いっか。いや、行ってみよう。とりあえず、満タンだから、また来ればいい話なんで。ですね。まあ、朝になったんですけど。はい。あ、どこ行った？あ、いた。おー、よくやった。ついに大木槌を作り出したのだな。大木槌を使えば、今まで壊せなかったものが壊せるはずだ。例えばこの辺りにある木や岩、そして青い扉の先には銅や鉱石などがあるという。石炭などの鉱石ね。それらの素材を手に入れればお主なら新しい何かをひらめくだろう。そしてひらめいたものを実際に作ることでさらに新しいものが作れるようになるはずだ。僕よ、手に入れた大きい土を存分に使い、まずは手に入れたことのない素材を片っ端から収集してみるのだ。そして何か新しくひらめいたらその新しいものも実際に作ってみるがよ。まあ、やれってことだね。そうだな、まずは手始めに大木槌で近くの木を素材にしてみてはどうだ？お、やったね。お、やった。これは嬉しい。奇妙な翼ね。よし。あとはなんか、またびっくりマークあるけど。どうやぼっこよ。大木槌を使って素材を集めておるか？もしもお主がたくさんの素材を集めておるのなら、そろそろ持ち物の管理に手こずっておるはずだ。
せっかくの素材を手に入れても持ちきれず、泣く泣く手放すこともあったかもしれぬ。お、そこでだ、ボッコ。我が輩は素材集めに精を出すお主のために、メルキドロクを必死に読み解き。ああ、いいね。大倉庫、大倉庫かな、の作り方を調べておいたのだ。倉庫があれば、素材集めが恐ろしいほどに便利になるであろう。そうだね。大倉庫。大倉庫って思うか。大倉庫なんか大倉庫かわかんないけどね。その作り方を教える。早速作って、まずは我が輩に見せてくれ。はいはい。これはいるね。大倉庫。いや、でっかい部屋は作ったんだけど、関係ないんかな。なんかこのびっくりマークいいけど。いや、とりあえず、作ってみよう。大倉庫ね。はいはい。なんだ？収納箱、大倉庫。え、どこ？あ、これか。え？木材がいいんだ。ああ。かまど、そこら辺、あ、これだね。これで木ぶっ倒せばいいんだもん。全部作っちゃう。これで、フェンスも作れる。まあいいや、これ作ろう。とりあえずね。まだ作れるね。フェンス、これも作っちゃおう。木材と太い？何？ベンチ。よし。あ、でっかい部屋あるから。作った。おお、これが大倉庫なるものか。素晴らしい。これで素材集めがはかどるな。町のどこかに大倉庫を置いておけば、素材集めの間に持ち物がいっぱいになっても、持ちきれなかった素材を自動的に集め。あ、いいね。大倉庫の中に入れておいてくれるのだ。大倉庫に入った、これ大倉庫かな？大倉庫かな？わかんないけど、素材は収納箱と違い、どこにいても取り出せるぞ。さあ、僕をこれで心置きなく素材集めができるだろう。大木槌の里にあるという銅や石炭、石材などはもう手に入れたか？メルキドロクによれば、鉱石で作れる炉と金床があれば、金属を加工できるらしいのだ。僕よ、もしもまだ鉱石を手に入れていないのなら、大倉庫と大木槌を活用して、大木槌の里の山の斜面から採掘してみるな。あの山全部崩しちゃうかな。あそこだもんね。で、なんだっけ、金床？これ何で作れるの？石材。石材は、石だろ。あ、見えんじゃん、石材。だって石壊せばいいんでしょ？あれ石なんじゃねえの？ちょっと思ったけど。壊せんでしょ？もうこれ。どうなんかわかんないけど。まあいいや。壊したらわかる。これなんだろう。石材じゃないのかな？違う。危ない。綺麗な水場所じゃなくてさ。え？これは違うんか。え、でもなんかこう、これボコボコしてるの石材かな？出ないよな。これでっかい岩とかそうだろ？だってここから出たもんね。あ、見っけた。これを8個ぐらいって書いてあったね。これはダメなんだよな、ちっちゃいの。石を探すか、とりあえずは。まあまあ、あんでしょ、どっかに。よく見か、あ、あんじゃん。村の周りにあるじゃん、そういえば。あ、青い液体も、あ、そっか。倉庫作らない、うん、そこはついてんのか。これだ。こんなんいらないもんね、だって。邪魔だったんだ、これ。よし、とりあえずはいいか。まあ、ここもゴーストが入ってくるから閉じた方がいいんでしょうけどね。作れるものは、あ、あった。石の作業台。あ、これもそうだけど、これも作んないとね。だろ？これどこに作ればいいんだ？あ、なるべく近くの方がいいんだよな。ここら辺にもう一個部屋作るか。あ、ここでもいいか。これ料理部屋だもんな。まあ、とりあえず仮だから、いや、これでいいや。後でまた変えればいいからね。ドン。下燃えないかな。作る。なるほどね。レンガを90個作る？
だから壁とかレンガにした方がいいってことだよね。さあレンガウォール、で、あー、これはどういう効果があるんだろう。え、なんだなんだなんだ、あ、あーあー、こういうことできんだ。あ、なるほどね。よし、じゃあとりあえず素材集めですので、おいボッコ、あのピリンって子から聞いたぜ。この町をもっと大きくするために新しい仲間が欲しいんだって。実は俺にちょっとした心当たりがあるんだ。大木術の里の奥に細い道で陸とつながった小さな島がある。ここに来る途中、その小島で人影を見た気がするんだ。もしその気があるなら行ってみるといい。だが誰か連れてくれやピリンも喜ぶかもな。そうだボッコ、遠出するなら町の外にも部屋を作るといいぜ。町の外を歩いているとたまに壊れた家を見かけることがあるだろ。そこを修理しておけば冒険のちょっとした拠点になるはずだぜ。もうやりましたね。さあ僕コンパスをよく見て、超人、町人だね、町人になりそうなやつを探してきてやるな。よし、オッケー。まあそれはまあ次回そこ行けば先進むんでしょうね。そうなんだけど、素材をいっぱい集められるようになったので、この町もね、こういうことできるようになったので、ウォールか、なるほどね。ここ壊せるんだろうな。あ、壊せるな。よし。この石とかもなんか嫌だもんね。なんかね。ほら。初めての石垣。とりあえず土じゃないとダメなんだね。なるほど。ちょっと失敗したな。あ、こんなのも、だって下向いて、ぶん殴れば、ね、取れるもんね。いくらでも。これでいいだろ、こんなもんで。よし、じゃあちょっと街の見た目もね、良くしないといけないので。よし。はい。まあこんな感じですね。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、Twitter フォローなんかしていただけるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。